こんにちは。こんにちは。今日はね、はい、お前ら覚えてるかな、増渕がさ、はい、ボール投げるのに一本足だ立ちをするって、お前グラグラしてたよね。特に特特に特はグラ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 してさ、体幹の面白いです。やっぱり、ね、野球って、まあ、スポーツは何でもそうだけどさ、はい、バランス感覚が大事じゃないか。だから今日はね、はい、あるものを持ってきた。最新式やから。最新式最新式、気になります。いや、だからこれはバランス感覚が本当にいるから、お前らがこれを乗りこなせるようになったらバランス感覚は OK っていう。おお、大事ですもんね、野球。ああ、なる、大事。じゃあちょっとそのものを持ってくるから、はい、俺ちょっと待ってて。わかりました。これなんかわかるか。え、それ最新式の鉄アレじゃないですよ。これは重いね。これめっちゃ重いんだよ。これお前街中で見たことないから。ありますね。セグウェイ。渋谷のうんちゃんがよくこれ。これはね、でも難しいぞ。いや、絶対そうっすよ、ね。で、俺はある程度乗りこなせるようになった。本当ですか。という体でお前らにやってもらう。いやいや、これ危ない。いや、危ないっすよ。ちゃんとね、こういうものも用意してマジで危ないやつやるときにつけるやつ。いやいや、危なくない。たかが立つだけだから。俺なんかビビってんの。いや、ビビってないっすよ。はい、はい、怖っ。これあれですよね、だから本当にバランスを鍛える実践のやつですよね。そう、これそもそも室内でやるもんなんすか。これいきなり外だと大笑いじゃない。とりあえず試しに一人で乗ってる、はい、ええー、怖っ。お、いきますね。はい、いきますね。お、うまい。お、ちょっと待ってください。バードかい。バードかい。ちょっと待ってください。これ室内でやるもんじゃないですよ。絶対これ室内じゃないですよ、これ。お前スポンジの上ではできないから、これ。いや、そうですけど。動かないから。そうですね。確かにこれバランス相当変わります。でも、できちゃいます。膝とかいらない。頭だけでいい。いやいやいや、それ自分に言う。絶対。いや、でも確かに、これ逆に邪魔かも。いや、なんでだよ。膝肘一番いるだろ、これ。大丈夫、大丈夫。大丈夫かな。お前の方がバランスは絶対いいから、地面に近いから。誰が三等身ですか。いや、三等身だから。はい、さあ、お前ちょっと見てやなんだよ、なんの。やっぱそう、なんでこうな。いや、なんすよ、なんすよ、本当に。お前、キョンシーみたいな。手が、キョンシーみたいな。お前、普通こうやってなんないの。止まれる、止まれる。おおおお、止まるんだったら体動かすなよ。止まれ。止まれ。止まってますよね。ああ、いいっす、いいっす。お前、うまいね。つまんない。やべえ。ちょっとガラスだけ気をつけて。ああ、いいじゃん、いいじゃん。もう乗りこなしてる人じゃん。ああ、いけますよ。なんか。反対は。うん。うまいじゃん。それも変えるんじゃない、もう。よっしゃ、つって。ああ、いい、すごい、すごい、すごい。俺だからゼロ。全然つまんない。ちょっと俺がやってみよう。いや、違うお前らちょっとサポートしろよ。ヘルメットはいらない。どうですか。そんなもんお前ナンパじゃないの。おい、ちょっと準備はいいかも。はい、わかりました。じゃあ、井戸川さん。お前ら老人の介護じゃない。ある程度乗りこなせるようになった。乗りこなせるようになった。折り方のですか。折り方のです。折り方のです。折り方のです。ちょっと聞いてない。聞いてない。違う。折り方むずいっつったの。むずいっす。俺ね、一瞬折り方簡単だと思っちゃったの。いや。でもね、徳の手はね、はい、素晴らしかった。あ、本当ですか。もうその腕枕してようかなと思って。いや、僕も本当そう。